どうもビンゴおじさんです。今回のテーマはこちら。はい、こちらですね、リクエストもいただいてたんですけど、ガチャを引いて、それでデッキを組んで、そのデッキでバトルに行くというこの一連の流れを、説明していきたいというふうに思います。まあ、どのようなゲームを作ったかというと、はい、旗を押すとこのようにタイトル画面が出てきて、バトル、ガチャ、デッキというふうにあります。で、バトルはまだデッキを選んでないので、いけないと。で、まずはガチャから引いていきます。で、ガチャを引いて、はい、このようにですね、3種類のキャラクターガチャで引けると。で、もう1回ガチャ引いてみます。はい、このような形で、星の数で強さが決まるんですけど、なかなか強いですね、キャラは出ないようになっています。はい、で、ガチャを引いたら、デッキに行きます。はい、デッキに行くと、はい、このようにガチャで引いたキャラクターが現れるようになっていて、で、これでバトルに参加するキャラクターを決めます。まあ、例えばひよこ、はい、で、このコウモリ、はい、ペンギンと、はい、じゃあこの3体で、バトルに行きましょう。じゃあメニューを押して、バトルに行けるようになったので、バトル行くと。はい、そうすると敵が出てきて、これも自動的に攻撃しています。はい、自動的に1体ずつこう攻撃をしていって、はい、でですね、次反撃が来ると。で、反撃はどれかに反撃が来るということになってます。はい、でしばらくやってみましょう。このような感じですね。はい、これで敵をやっつけられたので、クリアと。はい、そうするとまたガチャが引けるようになるので、新たにガチャを引いて、まあ、こんな感じですね。まあ、なかなか強いのは出ないんですが、はい、で、デッキでまた、さっきと同じでもいいんですけど、例えば、次は強いですね、この雪だるま を入れてあげようと。これ、1、2、3ですね。はい、で、例えば猫も入れておいてあげようみたいな形で、選び直して、またバトルに行くと。はい、こんな感じですね。で、さっきのペンギンは、HP が減った状態からですね、スタートしてるということになります。まあ、こんな感じで、どんどんですね、新しい敵が出てきては、まあ、それを、倒していくという形で、ゲームを進めていくようなものになっています。はい、このような感じですね。今回ですね、こちらのゲームをまあ何回かに分けて作っていきたいというふうに思います。このチャンネルではですね、いろいろなゲームの作り方からコードの解説までしていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、YouTube ショートの方では皆さんの作品の紹介も行ってますので、ぜひご応募の方お願いします。では作っていきたいと思います。はい、ではですね、新しいプロジェクトを開いてもらって、まずキャラをセットするところからやっていきたいと思います。で、この猫は生かしていくんですが、これスプライトの名前は味方とでもしておいて、で、コスチュームに行きます。で、コスチュームに行って、これ2ついらないので下の方はこれは消しておきましょう。はい、そしてですね、ここに使うキャラをですね、追加していきます。で、コスチュームを選ぶ。で、今回はまあ、基本動物メインでやっていきたいんですが、弱い順番にですね、これを一番弱くしたいと思います。で、次に弱いのを、例えばこうひよこにして、まあ、こんな感じですね。はい、どんどん選んでいきましょう。はい、このような形でですね、1から12までですね、弱い順番でですね、このようにキャラクターを並べていきました。で、次にやりたいのは、これ大きさがですね、ぐちゃぐちゃなんですね。なので、大きさを合わせていきたいと思います。まあ、大体、130×130 の間に収まるようにしていきたいので、まあ、このあたりはもうこのまま使っちゃって、これちょっと加入だけなぜかちょっと上の方に来ているので、中心に合わせておいた方がいいかなと思います。で、こんな感じですね。130を超えるもの、まあ、これちょっと超えているので、このあたりは少し小さくして130に収まるようにこれセットしておきます。はい、で、これもちょっと
大きすぎるので、はい、このぐらいですかねにセットしておきましょう。はいはい、これもかなりでかいですね。130ぐらいになるように、はい、セットします。はい、人魚も、はい、このような形ですね。だいたい同じ枠に収まるぐらいのサイズになったかなと思います。でここまでできたら、次はですね、ここに、はい、星をつけていきたいと思います。で、星はですね、このコスチュームを選ぶのこのファッションの中にこのメガネがあります。でこのメガネの星を使っていきます。このメガネを選んでちょっと拡大をしてですね、でこれいらない部分を全部取っていくんですね。いらない部分を取って、で、ここもこれ全部取っちゃいましょうかね。これも取って、はい、で、これが星になるのでこれ全部選んでグループ化しちゃいます。でこれ真ん中に置いてコピーして、はい、で貼り付けていきましょう。ここに貼り付けていく、貼り付ける、こうですね、こんな感じで、ここに、はい、この虫はですね星1個ですよというふうにやっていくということになります。で、同様にですね、はい、この、ひよこですね、ひよこにも、星をつけていきます。でこれを、コピーしてひよこで貼り付けてあげる、こうですね、はい、で同様にカニにも、はい、このように貼り付けます。で、この猫からは、星を2つにしたいので、貼り付けて、でこれをまた2つ貼り付ければいいですね。2つこれを貼り付けて、はい、このような形ですね。まあこの星の位置はキャラによってですねちょっと自由につければいいと思うので、でこれをまたこれとこれを複数選択してコピーして、で、この、コウモリにもですね貼り付けていく。でこのような形で、はい、どんどんですね星を作っていくことにします。このような形で、この3つが星1、星2、星3、星4というふうに作っていきます。で、この星はもういらないので消します。はい、あとはですね、このキャラクターのコスチュームのこの名前をですね、攻撃力にしておきたいと思います。攻撃力というのは、1回攻撃をした時に敵に何ポイントダメージを与えられるかというものになるんですけど、この虫は3、ひよこは4、カニは5というふうに、まあ、星1の中でも少しだけ攻撃力を変えてあげると面白いかなと思います。で、猫は、7というふうに、まあ、ここはですねもう自由に、決めてあげていいんじゃないかなと思うので、一旦今回はこのようにしていきます。はい、このようにですね一番強い、このケンタウルスで、攻撃力が40という形にしたいと思います。あ、これ16か、はい、このような感じです。で、次に、敵のコスチュームを作っておきたいと思うので、あ、これ、名前を味方にしておきましょうかね。味方というふうにスプライトを名前しておいて、でプラスで、スプライトを選ぶで、敵を作っていきます。で、敵の一番弱いのは、動物の中の、はい、この、虫ですね。これにしたいと思うので、これにして、で、コスチュームは、はい、一つだけにしておきましょう。こっちだけにしておきます。はい、で、ここに、他の敵も追加していきます。はい、今回ですねこのように7種類の、はい、敵を作ったんですけど、ちょっと大きさがですねあまりにもバラバラなので、少し合わせていきたいと思います。この辺りに、まあ、ここら辺りにですね味方が3体並んでここに敵が来るようにするんですけど、まあ、敵のサイズとしては、もう少し
これを大きくしたこのぐらいにしておきましょうかね。まあ適当でいいと思います。ここら辺にいいサイズで収まるように、はい、調整していきましょう。はい、これはもう少し小さく、こんな感じですかね。ちょっとこんな感じにしておきましょうかね。はい、これはもうこんなもんで、これはちょっとでかすぎですかね。はい、ではこのように適当に大きさを整えて、であとはここの名前もですね、攻撃力にしていきたいと思います。で、このテントウムシみたいなのは8で12でというふうに適当につけていきましょう。はい、こんな感じですね。であと今日はですね、一番最初のタイトル画面ですね、タイトル画面にここに3つ、バトル、ガチャ、デッキという丸が並ぶので、ボタンが並ぶので、それを書いておきたいと思います。ブライトを描くで、はい、この丸を選んで、スペースキーを押しながらぐーっと引っ張ると丸が書けるので、これでだいたい 120×120 ぐらいになるように、はい、丸を作ってですね。で、枠線も入れておきましょうかね。枠線も入れておいて、はい、で、ここの色をバトルは赤にしましょうかね。赤にして、でここに文字で、文字は色は白にして、はい、バトルとというふうに書きます。はい、これですね。で、これを右クリックで複製して、次は、ガチャ、ガチャですね。で、色を青にして、はい、で複製して、最後デッキというふうにして、色を緑、こんな感じですかね、にしておきます。で、名前は、コシモの名前はバトル、ガチャ、デッキというふうにしておきます。はい、これでですね、まあ大体の素材ができたので、次回からですね、ここにボタンを並べて、まずはですね、こうガチャを引くっていうところから作っていきたいと思います。また、2、3日後に、動画公開したいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。またですね、今回の動画役に立ったよという人はグッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。